こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。トゥーザビクトリー、好スタート、綺麗なスタートを切りました。予想通り先頭はトゥーザビクトリー、これに続くのがフリーポケット、さらにはエクセレントミーティング、7番ランブリングエッジ、その後ろオーアットアウィンドフォール、後方から先頭に戻りましょう。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先頭に戻りましょう。大方の予想通り先頭に立ったのはトゥーザビクトリー、すぐ後ろにエクセレントミーティング、さらにはプリンセスブラフ、並んで4番アロマジュピタ、ランブリングエッジ、そのうちに続いています。その外にオールカード、並んで11番エターナルゴージャス、フェイバーフィル、この馬もこのグループ、フリーポケット、そのうちに続いています。その後ろにサンフォードゴールド、さらにはクリスマスエマ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はプリンセスブラフ、エクセレントミーティング、ほとんど差がありません。3番手にトゥーザビクトリー、絶好の手応え、トゥーザビクトリー、これはいい位置につけています。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はプリンセスブラフ、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭はエクセレントミーティング、エクセレントミーティング、先頭、2番手はエクセレントミーティング、エクセレントミーティング、さあ果たしてこの足色はどうか。トゥーザビクトリー先頭、シルバービレットデイ、トゥーザビクトリー追いすがります。シルバービレットデイ、シルバービレットデイ、1着、2着にはどうやらトゥーザビクトリー、勝ったのはシルバービレットデイ、見事な勝利です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭はシルバコクピット、シルバコクピット、先頭、2番手はアグネスフライト、残り 200m、 シルバコクピット先頭だ、残り 100m、 アグネスフライト抜けた、2番手はシルバコクピット、アグネスフライト1着、アグネスフライト1着、2着はボスモエトワール、これは桁外れの強さだ、アグネスフライト